久保さん、億万長者合宿0時。これが僕最後の動画になりますね。最後の。次はどんなシリーズなんでしょうね。久保さん知らないですよね。僕は知ってますけど。いや、まあ、久保さんはね、まあ、そういう回答だかなと思いましたけどね。まあ、別に特に何もないみたいな。うんなだから、久保さんはね、やっぱね、すごいですよ。何もなくてもできるんで。だからね、宇宙人ですね。そう。 まあ僕は何かありますね。うん。僕はまあ闇なんで。闇でできてるようなもんですから。だからまあ、なんだろうな。とりあえず、久保さんは何もない。僕は闇がある。うん。それでもやるっていう <laughs>。それでもやるでいいんじゃないですか。それでもやるっていう <laughs>。何もなくてもやるし、闇でも、闇があってもやるし、目標があってもやるし。 とにかくやるででいいいんじゃな,いですか、うん、なんかまあ僕いろんな人をサポートしてますけどやらない理由をみんな言うんで本当にまあ別にやらない理由を言ってもいいんですけどえどどうしたいんですかみたいな <laughs> どうしたいんですかみたいな。うんでどうするのっていうでどうするっていううんだからその やらない理由並べたところで何も始まらないし、やる、やる以外に、答えはないと思うんですね。でも、なんだろうな。みんななんか、止まりますよね。もう、逆、やらない、やらない理由つけるチャンピオンですよね。<laughs> やらない理由つけるチャンピオンなのかなと思いますけど。僕はそんなチャンピオンいらないので、やるチャンピオンでいたいですね。 やり続けるチャンンピオン <laughs> そうロッキーですよ。ロッキー思い出しましょうよ、ロッキー。ロッキーめっちゃかっこいいじゃないですか <laughs>。あのね、BGM 流れるとね、ロッキー思い浮かびますよね、久保さんね。どうですかめっちゃやる気出てきますね、あの。あれ、なんかすごいですよね。あの、制作費クソ安くて、バカずし的にヒットして、多分、あのロッキーの映画がのし上げたと思うんですけど、 でもあれって単純に落ちぶれてた人が単純にねなんかやり始めただけじゃないですか <laughs> やり始めたあれロッキーってやり始めただけですよね <laughs> だからやり始めるだけでも人々を感動させることができるっていうねすごないですかこれうんだから少なくてもまあロッキーの映画にかけるんだったらこの億万長者合宿 シリーズも多分本当にずっとね10年後も20年後も30年後もやってたら多分何か伝えられるものはあると思いますよロッキー長編映画ですねはいいってらっしゃい